こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリーフハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日は椎間板ヘルニアが早く治る方、まだ時間がかかる方の3つの特徴について話をしていきます。で、この特徴はヘルニア以外でも共通する部分が多いですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。はい、まず早く治る人、時間がかかる人で、まずヘルニア自体での症状ですね。例えばこう前かがみの動作で痛いのか、それとも何もしなくてもずっと痛いのかで治り方が違ってきます。で、もう例えば横向きに寝ても上向きに寝ても立ってても、もうどの姿勢でも痛いというのはかなりひどい炎症症状が出ています。で、この場合はさすがに1回の治療でもなかなか変化が出ないですね。この場合はまずひどい炎症を抑えてから治療になりますので、治療期間というのはどうしても長くなります。なので特に本当の椎間板ヘルニアによって炎症が起きている可能性があるので、どうしても時間がかかります。で、早くなるのは動作ですね。例えば前かがみで痛いとか、これは結構ヘルニアでも初期であったりとか、ヘルニアと診断されたけども実はヘルニア以外の原因で痛みが出ている可能性が高いです。なのでこういった場合は1回の治療でもそれに変化が出て、それを繰り返していくことですぐと治っていくことが多いです。なのでひどい炎症が起きてるか、それとも起きてなくて動作で痛いのかで治り方は全然違ってきます。はい、次2番目ですね。自立か他力か、これどういうことかと言いますと、結局ヘルニアとか症状っていうのを治すのは自分自身なんですね。自分自身が引き起こして痛みを起こしているので、例えば痛い動作をしっかりやめれるとか、自分で治そうとする力があるかどうかです。で、うちに来てる方でもそうなんですけど、他力すぎる方への治しにくいです。例えば治療して良くしても前の生活習慣を自分自身で変えようとしてなかったら、結局負担をかけていたなるの繰り返しになってしまうんですね。なので本当に治したい方というのはしっかり自立して自分自身で治そうとする方です。っていう方は治りは圧倒的に早いです。これも早く治る、時間かかるのすごいポイントになってきますね。で、最後3つ目ですね。生活習慣がいいか悪いかで、ヘルニアっていうのはヘルニア以外でもそうですけども、やっぱり口から取るもの、食べるものですねとか、あと水分の取り方とか、あと睡眠とか、生活の習慣によって全然治りが違ってきます。ただ他にもストレスのかかり方とかですね、ストレスかかる人かからない人でも痛みの治り方っていうのは結構違ってきます。で、例えば食べるものにしたら、例えばもう暴飲暴食を繰り返すとか、で甘いものばっかり取るとかですね、もうそういった方本当に痛み治りにくいです。飲み物にしてもしっかりと水ですね、水を取ってすると血の巡りは良くなって治りやすいんですけども、例えば炭酸飲料とかですね、もう甘いジュースとかですね、っていうのを取りすぎて糖質を取りすぎてる方へのは炎症とかが落ち着きにくいので、どうしても治りにくいです。だからそういった生活習慣をがいい方、またはしっかり改められる方というのは治りが早いです。こういった主な3つの特徴がありますので、しっかりヘルニアを治したい方、またはヘルニア以外でも腰痛とか痛みを治したい方というのは、この3つのポイントをしっかり意識していただければなと思います。はい、それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。